県のバキオから副長のミオです。バキオからセブンに行くんですけど、今日は空港がですね、マニラ空港じゃなくてクラーク、アンヘルスにあるクラーク空港から行こうと思います。で、今日はここバス停はですね、ジェネシスというバス停です。すぐそこがですね、SM モールという有名なところのすぐ裏です。で、あっちがセッションロードですね。で、ちょっとバス会社がいっぱいあってですね、どのバスかわからないんで、ちょっと聞いてみたいと思います。ブラックエアポート、ドンピシャでした。ブラックエアポート、ディザン、ダイレクト、エアポート、オーケー。なんとエアポートに直接行くそうです。なんかダウステーションっていうところがあって、そこに泊まって、そこからシャトルバスに乗り換えて空港に行くパターンが多かったんですけど、今はもうダイレクトで空港まで行くので乗り換えなしですね。How much? 420ペソなんで、まあ、約1000円、900円ぐらいですね。420。ここにお土産屋さんがずっと並んでますので、ここで時間がない人は。How often does this bus go to Prague? Every hour? No, every 2 hours. Every 2 hours? Yes. 24 hours? No, last trip 12:15 noon. 12 noon.バスもこんな感じで綺麗です。トイレはついてないですね。テレビがついてます。エアコンもついてます。こんな感じ。だいたいエアコン効きすぎてるんで、普段は閉めた状態になってると思います。バスは、6時15分が1発目、8時15分が2発目、10時15分が3発目、これですね。で、最後に12時15分、お昼の12時15分が最後の4便、これがバギオからクラークまで、乗り換えなしでストレートで行きますね。420なんで、他のバスは多分350ペソとかちょっと安い、100ペソぐらい安いんですけど、ちょっとボロかったりしますね。この方が、乗り心地もいいですし、乗り換えの手間暇もないので、あと乗り換えの時に待たなきゃいけないんですね。ちょっとで100ペソを払うので、結局合計の金額は同じぐらいなので、このバスに乗れたら乗った方がいいと思います。移動時間はだいたい5時間ですね。それではなんと久しぶりの撮影で、ちょっとバイオリンをタクシーの中に忘れてきてしまいました。じゃじゃーん。いや、レシートをですね、タクシー乗ってる時は、降りた時にレシート絶対持ってれば連絡先が分かるんでそれでいいんですけど、ちょっともらわなかったですね。一応バスステーションのすぐそばに、ボリスステーションがあるので行ってみたいと思います。まあ、歩いて1分です。バス、ここ警察です。なんか僕の髪が爆発してますね。なんとバランガイという小さなエリアにですね、 CCTV 監視カメラがあるそうで、ひょっとしたらそこにタクシーが映っててプレートナンバーも映ってれば追跡できます。いや、すごい時代になってきましたね。フィリピンもバス停のすぐ前にバランガイホールがあります。バランガイはフィリピンの最小単位の行政で、まあ、なんか町内会みたいな感じかもしれないですね。日本でいう土曜日で休みだそうで、警察も忘れてたそうです。市民に教えてもらいました。違う警察署に行って忘れ物レポート書くに行くそうです。で、車で送ってくれます。パトカーに乗ってます。こうやってパトカーで連れてってくれるのは、優しくなったな、フィリピンの警察も。マルコス・ハイウェイ。スクール。バギオはマニラと違うんで、帰ってくる確率高いです。でもドキドキしてます。本当に帰ってくるか。だって運転手が正直、でも次に乗った乗客がマニラからとかブラカンとか、なんかちょっとそのあんまり良くないとこから来
ている人がそのまま持って帰っちゃうかもしれないし、分かんないですね。まあ大丈夫だと思います。もう一回帰ってきました。次はレシートちゃんともらいました。ジョイバスもあるそうです。これがジョイバスです。 Yes sir. Yes. Other side. Yeah. Not here anymore? Yeah. I don't know. Ah, there. That's a new place? Yeah. Oh, なんと新しくここになりましたね。なんとジョイバスでもクラークエアポートありました。ジョイバスは夜の7時しかないそうです。1日1本500ペソ、1200円、1100円ぐらいで、まああのジェネシスよりも高いですね。まあ、ジョイバスがもそもそもジェネシス会社 の高級バスのことをジョイバスって言うんですね。あの高級だからトイレもついてます。なので高いですね。ということで僕はもう次の飛行機間に合わないんで普通のジェネシスのバスで行きます。クバウまで、クバウ行きのやつになればダオステーションあるんだ。これです。これが11時半。これで行くしかない。今発車しました。11時45分発ですね。ダオステーション行きなんで、もしクラークエアポート行きがない場合はクバオ行きとかマニラ行きのバスに乗ると途中でダウステーションというところに泊まるんですね。このダウステーションからシャトルバスがエアポートを出てるので大体100ペソぐらいです。まあ、そこでちょっと待たなきゃいけないんですけど5時間でダウステーションには行けます。でダウからエアポートは30分で行けるので、時間がない場合はこれで乗っちゃった方が早いです。まあ、バス のグレードはちょっと下がりますけど、まあまあすごいボロッチというわけではないので大丈夫です。ただトイレはないので多分途中に2回休憩があると思います。トイレ休憩が。それでは今、ようやく4時間後に休憩所に来ました。なんか遅すぎる気もしますが、これが1回目でしたね。多分なんか2回ある時もあるんですよね。もっと早めに泊まるとこもあったかもしれないし、僕は寝てたかもしれないですけど、まあ、とりあえず休憩所ですね。このタイプのバスは、まあ、椅子はそんなに薄くないんですけど、ちょっと幅が狭くて、僕は身長が180ちょっとあるんで膝が前の席に当たって、前の人がもう後ろリクライニング倒したらちょっと厳しい、苦しいです。でも女性であまり背が170以下であれば問題ないかもしれないですね。トイレは使うときに水でウォシュレットでやると同じ手でやるやつもありますね。ちょっと知らない人のためにこれ使ってみます。これ手で自分で当てるところを決めて水が出るんです。これはちょっと水が水圧が弱い感じですけど、普段はもっと普段では普通はもっと強いです。これがあると本当に慣れるとですね、全然便利でいいです。思ってるように。バスに乗るときはいつも、はい、ヤクルトです。バギオでも2本飲みましたが、ここでも飲みたいと思います。これはフィリピンのタマリンドっていう東南アジアのなんかスタミナ食っていうか野菜なのかな。すごい。これがキャンディーになったやつです。チューイってチューインガムのなんかグミみたいな感じですかね。ちょっと辛いんですけど、これなんかすっきりするっていうか、ハイウェイ食べててすっきりするんで、多分ちょうどドライブにちょうどいいんですよね。長時間だからこういう長時間ドライブの休憩所にはこういうタマリン製品がよくあります。普通のコンビニとかにはない場合が多いです。着きました。ダウステーションですね。ダウステーション5時半なんで1時
間かかったとして6時半でギリギリですね。今日の飛行機が7時半なんで。Yes, sir. Can I buy a ticket? Later, sir. You can sit down first, sir. What is your... What time is your hand, sir? 7 o'clock. 発車ペン。僕は飛行機7時って言ったんだけど、間に合うから待ってろって言って、でも20分待って6時になったで、ここから出たらもう間に合わないんですよ、ね、でそれもう一回言ったらもう一回確認してくれるってことになりました。なので、ある程度こう現地の人に言われたから大丈夫っていうふうに思わないで、自分からどんどん突っ込んで何度も聞くとかっていうのはすごく大事です。ただ聞くときに、なんかその自分の英語の文法が間違ってたりとかひどすぎて相手に意味が通じてなくて、それをなんか無理やり押し込もうとする人もたまに見かけるんですけど、それはちょっと逆になんか向こうの人に対してリスペクトが全然ないんですよね。だからそこは最低限のリスペクトはきちんと持ちながら、でも恐れないで、きちんと自分の言いたいことを聞くっていうのはすごく大事になると思います。結果の5分か10分後には到着するから45分50分には出れて、6時には間に合うということで今待ってます。で先ほど100ペソを払い終えました。これがシャトルバスですね。あと10分あるんで6時までに本当に着きそうです。助手席に乗ってます。着きました。来ましたけど今6時20分なんですよね。6時21分、結局2、30分かかってるんで、もうこれ7時の飛行機だったら遅刻でしたね。帰ってきません。ダメでした。届け出なしです。多分乗客が持ってったんじゃないですかね。なんか忘れ物が僕をするって感じですね。